あの夏で待ってるは、JC スタッフによる日本のオリジナルテレビアニメ作品。2012年1月から3月まで放送された。キャッチコピーは、その夏の思い出が、僕たちの永遠になる。略称は、夏待ち、または、あの夏。開古園軽井沢駅釈村寺2010年頃、黒田洋介とプロデューサーの小倉光俊との現場での、 雑談の中でオリジナル作品をやりたいという話が出た際、黒田は当初から青春ものかラブコメをと考えており、小倉の黒田さんといえば、やはりウォン・タラクさんとのコンビで考えたいという言葉を受け、ハオトの描くキャラクター以外では考えられなくなったという。青春ものとキャラクターデザインはハオトという二つを基本にした。 雑談から始まった結構いい加減な企画なのかもしれないと黒田は語っている。作品のテーマとしてスタンダードな王道的ラブコメを目指すとしており、おとぎ話がベースになっているとも黒田は語っている。主な登場人物の人数を抑えた分、その一人一人を丁寧に描くようになっている。年長の視聴者へ向けたノスタルジックとともに恋愛を描く上では、 高校生が一番適していると、黒田は考え、メインキャラクターは、高校生となっている。今作同様に、黒田洋介と、ウオン・タラクが共に、スタッフとして参加した作品には、お願いティーチャーとその続編、お願いツインズからなる、お願いシリーズがあり、これらは、長野県大町市を舞台としていたが、今作の舞台は同じく、長野県の小諸市となっている。舞台が、 小室市に設定されたのは、チーフプロデューサーの大沢が同じく、長野県の長和町出身であったことや、スタッフに、同県作詞出身のものが存在したことに端を、発する。小室を PR するため、小室フィルムコミッションが協力としてクレジットされている。他、小室市も制作に協力しており、作中には海湖園や愛尾町商店街、乙女駅周辺、 布引山釈尊寺、小室市文化センター、本町町屋間、西の浦ダム、浅間山を望む、田園風景、作久平駅、軽井沢町内など、小室市及び、小室市周辺の風景が、たびたび登場する。ただし、第6話及び、第7話は、旅行先の沖縄県が舞台となった。また、最終話には、お願いティーチャー及び、 お願いツインズにも登場した大町市の海の口駅と木崎湖が登場している。2012年3月1日には本作の舞台である小室市において本作を通じた地域活性化を目指す夏町おもてなしプロジェクトが発足した。同プロジェクトは小室市観光協会や小室商工会議所などの10数人のメンバーで構成されており、 本作の舞台を案内する地図の制作、配布やグッズの制作、販売を通じて、街を訪れるファンとの交流を図り、地域の活性化を目指すとしている。2012年3月18日には、同プロジェクトが、初めて企画したファンとの意見交換会が開催された。なお、前述の、お願い、シリーズ2作品は、ワウワウアニメとして放送されたために、地上派では、 本放送されなかったが、今作は、独立局を中心に、放送の UHF アニメであり、長野県内の TBS 系列局である、新越放送でも放送された。ある夜、霧島海人は、趣味の8ミリメートルカメラで、湖周辺の夜景を撮っていたが、突然光り始めた空に何かの物体を目撃する。次の瞬間、 辺りが先行と衝撃に包まれると同時にアマは吹き飛ばされて重傷を負いそのまま声と落下していく。朦朧とする意識の中、会人は自分の手を掴む女性を目撃する。翌朝、自室で目を覚ましたアマを待っていたのは普段と変わりないように見える日常だった。姉の七回から彼女がボリビアへ長期出張する胸を聞かされたこと、そして、 学校の三年生のクラスへ赤い髪の美少女、気がついちかが転入してきたことを除いて、いちかに何かを感じて戸惑うわまを見かね、友人の石垣哲郎は彼女を自主映画制作に誘う。彼らの古い友達の谷川勘奈と、北原美代、いちかに興味を示す山のレモンも仲間に加わる。帰り道にスーツケースを抱えてさまよういちかと、遭遇した雨は、 行く当てがないという彼女を一番自宅に止めることにするが、その矢先に彼の体に異変が生じる。一課の解放により症状は収まるも、はためには抱き合っているようにしか見えないその現場を七回とカンナに目撃されてしまう。右予曲折の末、一課は七回の代わりに霧島家に下宿することになり、仲間たちの好奇と疑念の目に囲まれつつも、 会人と一家の同居生活が始まった。一家の登場で人間関係に少しずつ変化が生まれる中、夏休みを利用した映画撮影がスタート。当初は手探りながらも撮影は順調に進んでいき、平凡ながらもありふれた楽しい夏の思い出となることを皆が感じていた。その撮影の最中、会人は偶然にも香りと再会。 一花とカンナをやきもきさせる事態になってしまう。鉄郎も、千春から猛アタックを受けたことをきっかけに美桜との距離が一気に縮まりマとカンナを通した知り合いの関係から大きく変化、それぞれがお互いを男女として意識していくようになる。そして会人が一課への思いをはっきりさせたことで、マ、一花、カンナ、鉄郎、美桜、それぞれが抱いていた。 恋愛感情が一気にぶつかってしまう。皆がお互いにおぼろげながら気づきつつも気づかないふりをしてごまかしてきた恋愛感情がはっきりしてしまったことで皆の心がバラバラになってしまう。撮影自体も危うく中止になりかねない事態へと発展していくが一課を探していた創作隊がついに地球へ到着したことで事態は急展開を迎える。 海人がうっかり捜索隊を撃退してしまったことで、宇宙から連合による大規模な捜索隊が到来、イチカが宇宙へ帰還しなければならない状況になってしまう。イチカを迎えに来た気がつ、エミカとは話し合いの末に理解し合うことができたものの、イチカが地球に残るには地球人と交流に成功したとされているイチカの先祖の痕跡の発見が必要と知らされる。 こうして、怪人たちは捜索隊に追われつつ、痕跡を探さねばならない状況に追い詰められてしまう。捜索隊に追われつつも何とか一カの先祖の痕跡を、発見できたアマたちは歓喜するも、発見の報告のため一カは宇宙へ帰還してしまう。一カが帰還した後、アマたちは、それぞれの道を歩み出す。レモンは天候という形で身分へ戻り、 特別顧問となった理論と仕事を開始する。鉄郎は美桜の思いに応え交際を開始、二人で東京の大学を目指し始める。会人とカンナの関係が修復し、今まで通り普通に会話できるようになる。そして互いに違う道を歩き出しつつも、一花がいる間に完成させることができなかった映画のことは、皆の心残りとなったまま、夏休みが終わろうとしていた。 会人たちが卒業した、数年後、小室学園ではアマたちが完成させた、あの夏で待ってるが上映され好評となっていた。そのラストシーンはイチカが地球から去った後に、アマの元へ帰ってきた7階のボリビア土産の民族衣装を着たイチカ鳥の、んで締められており、イチカが地球を再び訪れアマたちと再会できた、ことを意味していた。黒田洋介と、ウオンタラクが 同じ作品の制作に携わるのは、2002年放送の、お願いティーチャーや2003年放送の、お願いツインズ以来となる。また、黒田と、田中進側2010年放送の、学園目白くハイスクールオブザ・デッドでも共に、制作に携わっており、制作委員会にジェネオン・ユニバーサル、エンターテインメントとショーゲートが参加しているのも、同様である。第四話では、 劇中上映中の映画として、ホットドが登場した上にそのワンシーンも流され、エンディングには、その制作委員会である、HOTD 制作委員会が、協力としてクレジットされた。2014年8月29日に発売された、ブルーレイボックスに収録された特別編。特別編単体では、同年11月27日に発売。あの夏から2年後の夏休み。 怪人らは高校3年生になり、それぞれの道を歩もうとしていた。そんな中、怪人の家に遊びに来た鉄郎は、一本の8ミリメートルフィルムを見つける。それは2年前の夏休み、映画を撮る前に試し撮りしたフィルムであった。月刊コミック電撃大王2012年3月号から2013年2月号まで連載された。単行本は、 電撃コミックスレーベルより観光。作画は、独伝、ペッパ語。アニメ本編準拠でコミカライズされている。2012年3月27日、初版発行 ISBN978 から4、から048864909。2012年8月27日、初版発行 ISBN978 から4、から048869331。 2013年2月27日、初版発行 ISBN978 から4、から 048914574MF 文庫 J より、観光。全2巻。本作の脚本を担当する黒田やキャラクター原案を、担当するハ音トが所属するスタジオオルフェの、新人ライター、豊川一夏が執筆しており、黒田は構成、監修を担当。イラストは、 アニメ版でキャラクター原案を担当したウォン・タラク。2012年3月23日、発売 ISBN978 から4から840145237。2012年7月25日、発売 ISBN978 から4から840146418。イチカトリノンの夏、町ラジオは、 2011年12月26日から2012年9月24日まで、響きラジオステーションで配信されたラジオ番組。各週月曜日配信。2012年4月30日より、毎月最終月曜日配信。第8回より、ラジオ終了後に、オリジナルのラジオドラマも放送。品の鉄道のラッピング列車2012年8月4日に。 本作の舞台となった地元、小室市民会館にて、メインキャスト及びレイによる、イベント、あの夏で待ってる、感謝祭小室が開催された。また、同日からは、小室市及び、沿線の遊客のため、作中にも登場した品の鉄道110号系、S に編成にラッピングを施して1年間運行された。同社が広告以外に独自で、車両にイラストを入れるのは、 これが史上初である。ありがとうございます。